You're listening to Shibuya Cross FM. Yay! さあ始まりましたデジバズ。こんにちは、 MC の高橋香乃です。笠本玲羅です。よろしくお願いします。はい、はい、この番組は株式会社リアレーションが運営するプロダクションインキュベーションデジタルが東京渋谷の FM ラジオ渋谷クロス FM から毎月第2木曜日の19時から19時50分まで生放送でお送りする情報番組です。 MC の高橋香乃、正本玲羅がお呼びしたゲストと一緒にデジタルネイティブ世代がバズる方法を解明するため様々なコーナーに挑戦していきます。はい、そして番組をご覧の皆さん、私たちへのメッセージや質問、番組の感想があれば私たちのインスタグラムのストーリーで投稿している質問箱までお便りをお待ちしております。メッセージお待ちしてます。お待ちしてます。イエーイ。はい、ということでもうあれからまた1ヶ月が経って、はい、3回目ということで。そうなんです。どうですか、なんか今回の1ヶ月めっちゃなんか時間あっという間じゃなかった、かの。え、そう、なんか久しぶりな感じする、ここに来るのが。でもなんかそこまで物事が何もなさすぎて、この1ヶ月私からしたらなんか結構1、2週間前にやった感じなんですけど。かのなんか充実してたから。結構充実してる。充実してたら早く感じるじゃん。確かに。なんでだろう、今回が1ヶ月めっちゃなんか久しぶりに感じてちょっと緊張してる。また私も緊張してます。また緊張してるんですけどさっきまでね緊張しなくていいみたいな感じでしたけれど、まあそうですね、ちょっとやっとっていうか、まあ、どんどん気温も上がってきて、はい、うん、どんどん真夏に近づいてきてるんですけど、確かに、まあ、この1ヶ月なんかあったかなって思い返してみて、うん、私は結構いろんなとこ行きまして。ね、羨ましい。どこ行ったんですか、高橋さん。まず札幌、北海道にも帰省して、うん、いろいろ夕張メロンの季節が来たので、なんかオレンジ色のメロンが今流行ってるんですけど、はいはい、緑じゃなくてね。そう、美味しそうな、めっちゃ甘い方のメロン食べたり、うん、なんか畑、私なんかお父さんが農家やってて、農家に水やりとかしに行ったりとか、それ初めて聞いたかも。そうなんです、結構夏っぽいことしてみたり、あとはお友達と宮古島に初めて行きまして、すごいもう夏を楽しませていただきました。なんだっけ、一緒に行ったのはどっちの方だったっけ。何が、沖縄のレイラと行ったのは石垣島に行ったんですけど、宮古島はなんかさらに海の色がブルーっていう感じで、めっちゃブルーだし、なんかあと石垣島よりもなんかね綺麗だった、うん、石垣島はちょっとなんだろう、うん、島、なんかザ島っていう感じで、島みたいな、もう地元の島みたいな感じだったけど、うんうんうん、宮古島はなんだろう、リゾート地みたいな、あー、なるほどね、作られてる感じがあって、はいはいはい、また違って楽しかった。リゾートっていうね、そうそうそう、なんか観光客がよく来るだろうなっていう、うんうん、もう結構作られてた感じで、海の色もめちゃくちゃ綺麗でした。めちゃくちゃ綺麗でした。いい、行きましょうね、今度、はい、一緒に連れてきますね、絶対に。はい、でもそれにしてはね、そこまで日焼けしてないかも。結構頑張りました、日焼け対策は今回。いや、私結構最近全然気にしてなさすぎて。でも白いよ。でもこの間松江区行った時になんかそばかす、なんか増えたねみたいな感じに松江区をやってくださった方が、はい、いつものおばちゃんなんですけど、はい、なんかそんなこと言われて、はい、ちゃんと日焼け止め塗ってるみたいな心配されて、私塗ってなかったから今は可愛いかもしれないけど10年後ねみたいな。そう、そうなの、日焼けって結構やばくて、うん、シミになっちゃうから。ね、やばい。お母さんにもめっちゃ言われたから今回頑張って日焼け止め塗って、ね、2年前イタリア行ったんですけど、一緒にね、イタリア行った時うちらマジで一回も日焼け止め塗ってないんじゃないかレベルで真っ黒、なんかもう真っ黒になっちゃって、それが良かったよね、もはや。そう、20歳だったから。そう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 、っていうのもあって、まぁ、あ、ちょっとね、そんな感じで、はい、まぁ、あ、これから夏、正本玲羅さんには楽しんでもらって、はい、私はそうですね、もう結構ちゃんと屋外では日傘や帽子の着用が本当におすすめです、うん、はい、で日傘の日陰の利用とこまめな休憩がね、はい、もう絶対に無理しないで、うん、そして喉の渇きも感じなくても水分は必ず補給するように、うん、じゃないと本当にね、そう、熱中症危ない、しまうので皆さん気をつけていきましょう。はい、じゃあそれではオープニングトークはこれくらいにして、はい、本日のゲストを紹介させていただきます。うわーゲストはこの方、北爪みずきさんです。イエーイ、お願いします。北爪みずきです、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。それではみずきちゃんについてちょっといろいろ教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、
高校2年生16歳北爪瑞希です。はい、元トップティーンズとして活動して現在モデルや女優として活動しています。はい、お願いします。お願いします。何歳でしたっけ、ね、まあ、高校2年生の16歳です。16歳、16です。やばい、本当にやばい。17、18、19、20、21、22、23、7個差かな。だからもう小学校すら被らないから。確かに本当に、ね、若いね。そう、若いし、しかも私本当に16歳のこと喋る機会って多分ないんですよ、あんまり。わかるわかる、今はね。今はもうだからちょっとそういう気持ちなんだけどね。私たちもなんか最近その京介出てましたみたいな感じのノリだったけど、はい、そうですよね。よくよく考えたらね、もう5、6年前になるので、で、たじ京介出身なんですよね。そうですね、はい、そうです。最近後輩ちゃんって感じで、後輩ちゃんっていう感じなんですよね。すごい、そうです、先輩です。本当に大人っぽいと思う。本当ですか？うん、かなびっくりだもん、16歳に見えないし。嬉しいです。私たちが16の時よりも断然に、あとメイクも上手だし、確かにてかもうほんと横顔綺麗すぎて。本当ですか？さっき見とれてた。ね、可愛いよね。てかめっちゃ嬉しいです。いや、ほんとキラキラしてます。ほんとにすごい嬉しいです。ちょっと聞きたいことはほんとたくさんあるんですけど、はい、うん、何から聞いていこうかなって思ってて、うん、特技のところにダンスって書いてて、お、私もダンスやってたので。確かにすごい興味深い。あの TikTok とかリールとか拝見させてもらったんですけど、なんかあんま本気で踊ってなかったです。あんま踊ってるのも載せてないですよね。そうですね、 TikTok って感じの踊りしか、うん、でも動きはなんかプロ、プロの動きだったから。本当ですか？やってんだろうなと思って。どういうダンスが得意なんですか？うん、基本的にヒップホップとかガールズヒップホップとかを習ってました。何歳からやってたんですか？小学校2年生からやってました。あ、じゃあ長いんだ。そうです。今もやってますか？今はちょっとやめちゃったんですけど、まだダンスは好きだよって感じです。でもね、そういう TikTok とかにね、多分そのやってた方だったら動きが出ると思うから。そうですね、楽しいです。結構なんかアイドルやりたいとか、なんかダンスまでやりたいとかあるんですか？そうですですね、小学校中学生の時は結構ダンサーとかアーティストの方を目指してました。私もそうだよね。そうですか？私もやりたかったんですよ。そうですよね。でもちょっとだけなんかあのグループ活動してたんですけど、なんかラッパー系になっちゃった。謎になっちゃったんですけど、でもやっぱダンスさ、なんかやってると、あのなんだろう、何かそのこのダンスをものにしたいというか、なんかちょっとやってみたいなって思うんで、かのも今でも思う、うんうん、私は逆に今めっちゃブラックピンクみたいになりたいと思うので遅い、え、全然遅くない。やってました私もちょっと、ね、あ、そうなんですか？4年ぐらいやってたんだけど、でもなんか人に教えられるよりも自分で好きな感じに踊るのが好きだから。そうなんですか？そんななんか厳しい、ダンスって楽しいのに厳しい感じでやるのが本当に意味わかんないと思ってだから多分あのもう自由にフリーダンスが好きなんですよ。そうそうフリーダンスは、ね、フリーダンスも決められなくフリーダンスが好きな感じなので でもめっちゃ K-POP アイドルにねいてもおかしくないぐらいの、おかしくないよ、キラキラで。ちょっと待って、その趣味のところに、あ、趣味、香水集めと、カノと一緒やん。私一緒なのよ。そうですか？しかも誕生日も近いし、え、何座ですか？わ、獅子座です。あ、そうだから私違うのか。お姉ちゃんと一緒で、私は乙女座なんで、はい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 、ちょっと違うんですけど、でも性格は似てるのかな。そうですね、似てるかもです。勝手に思ってるんですけど、私も香水集めるの大好きで。本当ですか？匂いフェチというか、匂いが好きだから、香水だけじゃなくてもボディクリームとかヘアミストとか、はい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 、女子力高いやつね。めっちゃ好きで、わかります。集めてます。わかります。ちょっとそれはあの個人的に長くなるかもしれないんで。わかりましためっちゃでもね、こんな可愛くて香水好きでみたいな、絶対モテるじゃんね。いや、もう全くです。え、ちょっと待って、あのね、聞きたいことがいっぱいありすぎて。え、あの私は気になるのは、はい、あのこの MC の私たちへの第一印象って何だったのかなって思って、ね、そうですね、私第一印象は、はい、高橋かのさんは、はい、あの私京好き見てて、はい、多分私が小6、中1ぐらいの時だったんですけど、はい、結構昔だよね、多分めっちゃ追ってて、京好きを。そうなんですね。で、すごい、あの今日一緒に話せるってなってもうめっちゃ嬉しかったです。可愛いものできない、これ可愛い。可愛いよ。でも昔すぎて多分私もね、
でも雰囲気も全然違うと思うんですよ、そうです、ね、今と昔、うん、なんか昔はもっとなんかね、うん、全然違ったから JK って感じでした、ね、JK って感じだったから全然違くて恥ずかしいんですけど、まあ、成長しましたね、大人になりまし た、はいはい、しました、ありがとうございます。レイラさん、レイラさんもですね、レイラさんもレイラさんだって、はい、聞いてあげて聞いてあげて、気になるよ私は。レイラさんも私今日好き出てるって知ってて、はいはい、で、でもお二人とも韓国ですよね。そう、韓国なんです。そうですよね、韓国ですよね。韓国、チェジュ、韓国、あ、ソウル、ソウル、だソウルで出会ったって感じ、うん、そうですね、はい。なのでなんかで最近そのインスタ、お二人のインスタを拝見した時に、うん、なんか今の髪色が、はいはいはい、染めました。何色なんですか？あの、なんか書いてあるこの髪色可愛すぎてってやつはもしかしたらあのちょっと私も自分で漏れたなって写真があってそれかなと思ってるんだけど、最近染めた時のやつだよね。そう、それはオリーブにして、うん、今はでもあれ結構金髪っぽくなるのが早すぎたから、ね、色落ちしちゃったんだよね、うん、今はね。だからミルクティーっぽくしたんだけどまた落ちてきました。めっちゃ可愛いです、嬉しい。選んでたよ。結構カノからは黒髪の方が可愛いって言われるんですけど、違うよ違うよ、あの一回色落ちしちゃってめっちゃ金髪になったんですよ、うん、あのなんかなんか地元のヤンキーみたいな、抜けちゃいましたみたいな。だから、染めに染めに行った方、行けばって言われたんですよ。明日染めに行けばとか言われて、そこを染めてきたよね。悔しかった。じゃあもっと可愛くなったんだから、相方多いってことですよ。ありがとうございます。よかったです。まあ、はい、嬉しい、そういうオフに思ってもらえて。はい、一応時間がないんですけど、私聞きたいこともっとあったの。この水木さんの身の回りでバズっていることについてに対してなんですけど、はいはいはい、なんかあります？はい、そう、お願いします。何が？私最近はアサイーボールとか、はい、大好きです。私も、本当ですか？私も最近追いつけてたまだ最近始まりました。本当ですか？そう、あとちいかわの、あの、ね、ロリポップチョコチャーム、何それ？本当に知らないよ。ちいかわが流行ってなし、ちいかわ分かるよ。私もさすがに本当に私が分かんない、興味なさすぎたから、うん、このチョコチャームとかはちょっとわかんないんですけど、うん、チョコチャームって何？なんていうの、アンパンマンチョコってあるじゃないですか、はい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 、あれのあのチーカーバージョンなんですけど、なんか本当にお菓子コーナーに売ってて、コンビニの？すごい、そうなんだ。ちゃんと見たらあの食べれると思うじゃないですか、はいはい、でもあのキーホルダーなんですよ。袋に入ってんの？袋にも入ってるので、もう見たら絶対チョコって誰でも思うような形です。それをみんなバッグにつけてるってこと？そうですね。それが流行りなんだ。めっちゃ可愛いです。すごいね。じゃあ、あともう一個聞いていい？シーンのマジックドローって何ですか？なんか最近流行ってるんですけど、はい、なんかお友達に招待コードを送って、はい、そのお友達がその新規で登録すると、はい、なんかそれを何人かにやってもらうと、3万4000円分とか1万5000円分なんかプレゼントみたいな感じです。現金でもらえるんですか？いや、なんかクーポンみたいなやつで、クーポンでそれ分買えるってことだよね。そうです、いくら分なんか無料になるみたいな。それがマジックドローっていうんですか？そうです。でも結構大変で、なんか何人、結構なんか何人以上とかに、大体何人ぐらいなの？7、8とかですね。でも7、8人やれば3万4000円ぐらいのクーポンがもらえて、お洋服だってシーンで3万4000円なんで、やばいですよね。10着ぐらい買えちゃうんじゃん。うちらさ、ほんと知らない人にも。でも今の高校生ではそれが流行ってるってことですよね。そうです、みんなもう送り合ってます。すごい、やばい。うちらそういうの本当に知らなかった。さすがにちょっと、そう、私も買ってるんでシーン全然なんか旅行行く時とか、うん、シーンってそのに何回も選択しちゃうと、うん、ちょっと生地があれになっちゃうけど、うん、なんか旅行の時とかに、うん、軽く着れるやつとかでめっちゃ買うから、気軽にね、気軽に買えるから、はい、ありがとうございます。ちょっと時間オーバーしてしまっていますので、はい、じゃあ続いてのコーナーに行きたいと思います。はい、はい、じゃあ行きます。デジバズ女子の本音。このコーナーは SNS などでよくバズったり、現在進行形でバズっている話題に対して私たちなりの考え、思いをトークさせていただくというコーナーになっております。はい、はい、女子側の本音目線で喋らせていただきますので、番組をお聞きの皆様、あくまで一意見として受け取ってくださいますようお願いいたします。はい、もうやっちゃいましょう、はい、今回も、はい、今日も喋りましょう、はい、じゃあ一つ目の本音は、はい、最高の誕生日デートってどんなの？
はい。うわ、ちょっとこれはいろんな意見が、そうですね、意外とね、年齢が離れてるからこそ、ね、はい、多分私たちはもう23になる年で、うん、もうなりました私、あ、そうなっちゃって、で16です、17の代ですよね、高2だったら、17歳で多分全然意見が変わってくると思うので、そう、はい、そうだよね。じゃあまずみずきちゃんの、あの理想の、うん、最高の誕生日デートがどういうものなのか聞かせていただき、別になんか年代とか気にしなくていい、あの自分の思う最高の誕生日デート、はい、プランっていうのが、うん、私はなんだろう、なんかどっかでご飯ってよりかはもうどっかに遊びに行きたいです、うん、あ、ご飯とかじゃなくて、なんか例えば遊園地とか、はい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 、そういうなんかもうはっちゃけられる系、あ、じゃあもうなんだろう、アクティブに動きたいみたいな、そうですね、ディズニーランドとか、そうですね、そういうのも好きです、あのいい、ね、ハリーポッターとかでもいいの、としまえんの、ああいうのでも全然本当本当決まってるな、ここがいいみたいなないんですか、こだわり的な、でも私誕生日ディズニーしたことなくて、あ、いいね、いつかしてみたいなって思ってます、 いやなんかいいね、高校生って感じする、めっちゃ制服ディズニーとか懐かしいわ確かに、いいね、いい、じゃあちなみに、うん、なんかあの多分全然違う意見が聞けると思うので、正本さんの最高の誕生日デートお願いします。うわー、もうね、あのこの年になると、はい、やっぱさ、やっぱその大人のデートがしたいわけよ、はい、だから私は本当にあの、ま、最高の夜景と最高なシャンパンとはい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 、花束と手紙、はいはい、あのこう見えてそこまでプレゼントはあのこだわらないんですよね、まあ、あるのは嬉しいけど、うんうん、でもそれよりも手紙と花束と夜景、すごいこだわり結構花束にこだわりが強いですよね、はいはいはい、花束欲しいですっていう感じの、うん、そうなんです、ロマンチック大好きなんだよね、だからもうなんかよくさ、なんか男の人見て、あー、この人浸ってるとか、ちょっとなんていうの、ナルシーみたいな人が割とあの自分で自信持ってて私からしたらかっこいいと思う、そうですよね、うん、なるほど、どうですか、私最高の誕生日デート、うわー、なんだろう、なんか私はあんまロマンチックとかあんま得意じゃないんですよ、うん、なんかちょっと、ね、笑っちゃうんですね、そういうのなんかだから逆にその、わかる、レイラは多分そういうの似合うんだよ、めちゃくちゃロマンチックが似合うし、うん、いやいや、例えばなんか愛してるよとか言われてもなんか、はい、ありがとうできると思うけど、かの愛してるよとかやれちゃうともう、うん、そんなにそんな長いとみたいな笑っちゃうからはいはい、はい、そういうのが苦手で嬉しいんですけどね、照れちゃうから、うん、それよりかはもう本当になんだろう、ちょっと遠くの旅行、あ、温泉とか、あ、なんか温泉旅行とか、大人ですね、それもね、それで、うん、なんかロマンチックじゃなくて、はいはいはい、温泉旅行でそこでなんか美味しいもの食べたり、はいはいはい、プレゼントとかもいらないの、うんうん、分かる、リラックスできればいいの、いやでもいらないって言っても、いや私はね、絶対に誕生日でもしカノのね、彼氏がプレゼント用意してませんでしたって言ったらめっちゃ愚痴ってくると思うよいや、なかったら嫌だけど、うん、なかったらなかったら嫌だけど、でも別に絶対プレ、絶対欲しいっていうのよりかは、うん、そのなんかどっか連れてってくれ、うん、欲しいなっていう、そうです、はいはい、はい、そんな感じ、プレゼントはみずきちゃんはなんかどんなのが欲しいみたいな、どういうのが欲しい、でも私も2人と一緒であの全然手紙で、ま、いや嬉しい、手紙っていいよね、手紙っていいよね、わかる、女の子ってさ手紙書き、うん、よく書くじゃん、けど男の子が書く手紙ってさ、うん、なんか新鮮だしさ、頑張って書いたんだなって、別に内容がどうであれ、そう、うん、うわ可愛いってなるんだよね、わかる、そうです、意外とね、アルバムとか、アルバムとか嬉しいかもね、嬉しいです、え、嬉しいよね、男の子からのね、アルバムとか、それこそ高校生の時なんてめっちゃ、はい、わかる、私も経験ありますけど、私も経験あります、え、ありました、え、ないです、ないんだ、じゃあぜひ、ね、どなたか、ね、ね、お願いします、え、ちなみにさ、あの高校生のさ、うん、今のさ、なんかなんていうの、高校生のデートってどん、何が流行ってるんですか、え、なんだ、なんだろう、でも本当に、確かに、でも結構周りはダブルデートとか多いですね、ダブルデートなんだ今、それはもうなんかもう2人じゃなくて 2-2 でどっか行くみたいな、そうですね、ってことだよね、ダブルデート、私全然、私もしてない、ダブルデートの経験なさすぎる、あの本当に今日好きとかですか、いや今日好きでやったっけ、ダブルベッド、ダブルベッドいや、あのうん、あ、そういうのはある、そういうのはあったわ、そうですよね、なんか全然まだ神戸市の高校の時はダブルデートっていうよりもね、確かに、なかったそういうの、
ねえ、かわいい。かわいいよ、本当に。かわいい。ちょっと、じゃあちょっと、話に夢中になりすぎてしまったので、はい、続いての2個目の、はい、本、次の本で行かせていただきます。はい、お願いします。はい、じゃあ、行きますね。はい。自分に気がない男性、どうやって振り向かせる？おー。はい。どうしますか？え、そういう経験になったことある、みずきちゃんは。え、あります。あります。こんな、ねえ、もう、ね、顔も、なんて言うんだっけ、手が届かない存在の。高嶺の花。高嶺の花。いや、もう全くですよ。え、マジで可愛いよ。うん、片思い、ね、片思いしてたの。片思いしてました。それは同年代の子？いや、先輩でしたね。あ、わかるわかるわかる。え、わかります、うん、私も中学1年生の時に高校1年生の人が好きで、だから自分が中3の時向こう高3だったんだけど、結構離れてるね。そう、確かに同じ校舎だからさ、関わりあったのね、私ね。そうなんですか。そう、だけど、うん、一貫だったんだよね。そう、だけどやっぱさ、高校生から見た中学生って本当にまださ、確かにちょっと子供だよね。そうですよね。そういう時どうしてたの？え、もうめっちゃアタックしてましたよ。どんな感じで？なんか具体的に LINE とかでその話しかけるっていうのもありますし、うん、学校が一緒、あの学年も別にその離れてるわけじゃないので、うんうんうん、普通に学校で話しかけたりするけど、なんか無理だったみたいな。え、どうやって話しかけるんですか、そういう時って。あ、まるまる先輩。え、かわいいけどね。わかるわかる、私もおはようございます。やりすぎなんだよ、この人。やりすぎなんだよ、話聞いて。なんかさ、例えば移動教室がさ、何曜日にこの次元にあって、ここに行けば会えるとか。え、でも分かります、ね、分かります。でもあるよ、今度なんか先輩のあれ、これ話は本当に惹かれるかもしれないけど、うん、でもおぞんさんも聞かれると思うんですけど、はい、めっちゃあの靴箱とか探すんですよ、先輩の。あの出席番号みたいなのを頑張って見つけて、うん、先輩の靴、はいはい、どれが先輩今日何の靴履いてきてるかなって、はいはい、ちょっと触ってみたくないっていうの、靴とか。それで、先輩の靴はダメですね。あれかもしれないですけど、そういうことはされました。あ、大丈夫です。あ、それは大丈夫。まだ大丈夫です。まだ大丈夫です。まだ大丈夫だ。え、じゃあなんか、まあでもこれ解決しないといけないから。そうか、どうやって振り向かせるんだろう。でも私は押してダメなら引いてみる。もうこれやります。あ、確かに。そうですよね。とりあえずめっちゃアタックするんですよ、はい、あの、はい、いやもう私めっちゃ、先輩ほんと好きなんですよとか言っても言っちゃいます、うん、でも先輩は言っちゃうんだ。うざいじゃん、多分。すごいね。あ、もう、あ、分かった分かったみたいにされたら、どんだけ気がない人でも、うん、こうめっちゃ来られてたのに、うん、急に来なくなったら、あれ俺のこと好きじゃなくなった、連絡してみようみたいになるんで。確かに。だって私が代わりに誰か本当に興味ない男の人に猛アタックされました、うん、いやもう本当うざいよって思っても、うん、なんか来なくなったら、ね、あれ私嫌われた、気になっちゃうよね。何してんのとか送っちゃうから。もうそういうもんだから、一回引いてみましょうっていう、うん、そうですね。わかりました。はい、わかりました。解決で、これで解決で、解決で解決しました。はい、じゃあちょっとあの時間が、うん、まだあるので、もう一個のお題をやらせていただきます。はい、じゃあね、ゆっくりで大丈夫ですよ、高橋さん。じゃ続いてね、うちらさ、何この名字呼び、ね、聞いてほしい。で、どこに時計あんの？ここだよ。大丈夫？あ、あったー。抜けないと思って焦ってたもん、ずっと。大丈夫です。大丈夫。はい。はい。じゃあ続いてのタイトル。はい。これなんだっけ？続いてのタイトル。あ、告白のタイミングですよね。はい。ちゃんとしてもらってください。いきます。はい。告白のタイミング、いつが理想的？はい。はい。どうですか？なんだろう。難しい。でもさ、学生とさ、やっぱりもう、もう大人になっちゃったよね、私たちも ね、 そうだね、全然違うよね。どうなんだろう、どうなんですか。でも、もともとあんまり待てないですね。待てない？待てない。わかるわかる。わかりますか、うん、どういうこと？好きになっちゃったらね、してほしいんだ、すぐしてほしいんだ。してほしいですね。うん、なんかその好きだけど告白をなんか迷っちゃうっていうのはちょっと、もどかしいよね。もどかしいですね。してほしいよね、男からね、うん、なんかちょっとそういうところはさ、なんか男気見せてほしいよね。そうですね。でもそれはさ、じゃあもうそうやってじゃあ告ってくれましたってなったら満足 しちゃわない？大丈夫？あ、大丈夫です。あ、ずっと好きなんだ。うん、だからいい、それがないんだよね、正本さんはね。だって告白されたらなんかちょっと一回カエルが入っちゃうんだよね。うん、そうですね。そんなこと言ったら私の印象がとても下がりますけど。あの、なんか気持ちがさ、こう、はい、満足しちゃうみたいなあるじゃん。まあそうだね、あのやっぱり付き合うまでが一番楽しいってよく言うけど、でもそこもちょっと最初さ恥ずかしいじゃん。うんうんうん、私の
自分の中で解明したんだけど、なんでそういう変えるかみたいな気持ちになっちゃうと恥ずかしい気持ちがマックスすぎて、はいはいはい、自分が認めたくないから、うん、そういう風に考えちゃうのね。なるほど、相手は悪くないの。なるほど、でも、ね、それをあの超えたら絶対に最強の愛が見つけられると思うので、それは私はそういう経験をしたことあるので。なるほど、すごい、うん、はい、あので、はい、そうなんですね、はい、なんか難しいね、告白するタイミング、ね、理想タイミングいつが理想で、なんかさセオリーみたいな感じでさ、うん、3回ぐらいデートしたら告白するみたいなあるじゃん、うん、ね、でもそれで結構まあカノは3回目って早くないと思っちゃう、いける？いきます。本当に3回目がいい、逆に。え、そうです、そうです。え、もう1回目2回目3回目のデートで告白してほしいの、うん、じゃないとね、えなんかちょっと違いますよね。そう、そっか、なんか決断力ないんだなって思っちゃう。マジか、なんか男気ないし決断力ないし、そもそもさ、なんか友達からの恋愛はいけるタイプ？え、いきます。あ、私はいけないのね。そうなんだ。もう第一印象でこの人は友達か恋愛対象で見れるかって決めるんだ。あ、決めるんだ。決めるっていうか、そういう人もいる、なんかフィーリング、うんうんうん、でそれで向こうもそういう風に思ってくれないんだって思っちゃう、3回目でないと。あ、確かに、うん、確かに、なるほどね。悲しくなっちゃう、確かにね。もういいやってなっちゃう。まあそうだよね。でも3回目でなんかね、早いと思っちゃったんだよね。なんか1回そういう経験があったんですけど、うん、なんかこの人本当にカノのこと分かってるって、分かって告白してきてんのかなって思っちゃって、なんかもうちょっとカノのこと知ってくれてからの方がいいんじゃないのみたいな、ちょっと焦っちゃってんじゃないのっていう意味で、世の中でいろんな人いますね。全く違うわ。5回目ぐらいがいいかも、カノは。そんな変わんないけど、5回目ぐらい、プラス2回ね、2回必要かなっていう感じですね。確かに。でもさ、なんか3回目ぐらいでさ、私たちも結構気合が入っちゃうっていうか、なんだっけ、なんだっけ、もうそろ、もうそろがいいなみたいな。でさ、3回目行った時にさ、なかったらちょっとね、ちょっとちょっと悲しいですね、うん、期待していくんだ、そういう時に、うん、そう、なるほど。期待しちゃうから、その分ちょっと悲しくなっちゃうから。なるほど。まあもう4回目のデートの時はもうなんか、あ、もうこんな感じかって思っちゃうんだ。じゃあ心 の、うん、あの出さないよ、うん、出さないけど、うんうんうん、心の奥では。そうですよね、なるほどね、わかります。すごい似てるんだ2人。嬉しい。なるほどね。いろんな人がある。血液型は何型です？ B 型です。え、わー、B 型すごいすごい。なんか私の周りに結構 A か O が多いんだよ、うんうんうん、私たちの周りは。そうなんだ。そうです、 B です。いや、なんか、あの、でもなんかさ、でも女の子の B 型ってめっちゃなんか人気らしいよ。かっこいい、かっこいいし、うん、なんか自分を貫き通すから、うん、なんか、うん、モテるよね、絶対モテると思うよ。だって私の友達の女の子の B 型めちゃくちゃモテるのよ。そうなんですか。そう、なんかいい意味で、うん、なんか何を考えてるかわからないというのがあるから、うんうん、だからそういうさ、ちょっと不思議な感じのオーラって男の子が一番くすぐるんだよね。そうだよ、そうだよ。羨ましい。いいな。全くです。秋しよ。いや、でも全然好きになったら結構一途。結構一途です。あ、そうなんだ。一途ね、一途の話しか聞かないからね。ずっと好きって偉いじゃんね。偉い偉い偉い。頑張ってます。じゃあ本当にね、あの、なんていうの、この甘いフェイスじゃん結構、うん、甘いフェイスで、うん、あの、でもさ、でもなんかふんってしてないよね。ふんってしない。あの、結構サバサバしてると思う。サバサバしてますか？結構言われます。なんか多分サバサバしてんだろうなって思うし、うん、SNS、インスタグラムでも先ほど言ったんですけど、うん、めっちゃ多分おもろいんですよ。思いました、私も。今まだ多分ちょっと私たち寄りだよね。うん、緊張してるからかもしれないけど、ね、高校では多分結構おもろキャラですか？どんなキャラですか？結構みんな話しかけちゃいます。やっぱそうだ、やっぱそうだ。やばい。いいな、じゃ今の高校生こんな可愛いんだ。ねえ、やばい。私なんであんな垢抜けてなかったんだろうレベルで。そんなことないよ。可愛かったよ、ちなみに。そんなことない。カモ可愛かったよ。やめてよ、それ。そういうのやめてよ、本当に。まあ、はい。そうですね。まあ、いろいろね、喋ったね、本当に。はい。まあ、こんな感じで、はい、こんなことに対して私たちのほんな、あ、ちょっと。すみません、水木ちゃん、今日のテーマどうでしたか？そうですね、私恋バナすっごい好きで、いや、高校生の時恋バナ楽しいよね。楽しいので、すごい楽しかったです。じゃあ一つ聞いていいですか、はい、あの、今の高校生のたまり場ってどこなんですか？確かに、どこだろう。あの、学校のベランダとかです。ベランダ？ベランダ？私の学校ダメだったんですけど。ダメだった？出ちゃダメ？怒られた？危ないとかね。怒られた？怒られた？本当ですか？ベランダ
ベランダで恋バナ集まります。放課後とか、もう放課後ベランダみんなで集まって深い話します。ベランダで。ベランダはできるだろう、深い話。もうめっちゃできます。携帯あり？ありです。使っていいんだ。めっちゃいいじゃん。あ、私の学校ダメだったんだよね。カノもダメだよ。リップもダメなんだから口真っ白だ。私もだ。え、リップあり？ありです。羨ましい。ダメだった。だから髪切れなかったんだよ。そうかも。解決だわ。解決だ。だここまでだったもん、スカート。スカート絶対落ちてダメだったもん ね。そうですか。でもね、折ってた私は。カノも切ってたかも。あ、私も私も、ね、私も本当に。はい。あ、もうこんな感じでも年齢層感じちゃうんですけれども。はい。じゃあ、番組を聞いてくださってる皆様もこんなことに対して私たちの本音を聞きたいというのがあれば、ぜひ質問箱まで連絡してきてください。それではこちら、デジバーズ女子の本音でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ続いてのタイトルいけますかね。はい、お願いします。お願いします。私の好きなもの発表会。イエーイ。はい、はい、このコーナーは普段から様々なものに触れている私たちが今ハマっているものについて1分で紹介させていただくコーナーになっております。はい、はい、皆さんに気に入っていただけるように本気でプレゼンをさせていただきます。何この初めてのスタイルね。なんかこの企画初めてで3回目なんですけど、今すごい高校の時のさ、なんか1分間スピーチ思い出した。あった、朝礼とかの。あった、ね、すごい嫌だったあれ。わかります。まあでもね、今回、はい、やらせていただくんですけども、はい、じゃあまず最初、うん、みずきちゃんからお願いしたくて、はい、できたりして。ちょっと待って、これがちゃんとね、はい、それぞれプレゼンするもの、うん、これも言っちゃっていいのかな。うん、うん、いいんじゃない。私は香水が大好きなので、はい、香水についてプレゼンさせていただきます。はい。で、レイラが、で、私が、まあ、世界旅行が趣味なので、うん、そちらをについてプレゼンさせていただきます。はい。そして、みずきちゃんは、私は中学生日記というドラマがあるんですけど、そちらをプレゼンさせていただきます。はい、はい、とっても興味深いです。はい、じゃあしたら最初に、はい、1分。それでは、はい、じゃあまず、みずきちゃん、はい、はい、じゃあ1分で今ハマっているものについてプレゼンをお願いいたします。お願いします。じゃあいきますよ。はい、よーい、スタート。はい、私はドラマの中学生日記を紹介します。はい、私こちらのドラマは初めて見たのが中1ぐらいだったんですけど、うん、簡単に言うと、あの先生と生徒が恋をする話なんですけど、やっぱこれの何が気に入りになったかっていうと、はい、今も見てて合計で10回ぐらい本当に見てるんですよ。すごいじゃん。でそれでなんかやっぱ今も高校2年生の時点でこの前も見たんですけど、うん、はいはい、やっぱ見方も変わってて、その初めて見た時はなんかいいじゃんみたいな、うんうん、これ何がダメなのって感じだったんですけど、うん、今見るともうなんか一つ一つの言葉めっちゃ興味深いみたいな感じで。なるほど。なんか例えば、確かにね、なんか名シーンみたいなの結構あるんですけど、うん、そういうのもやっぱりめっちゃ響きますし、うん、あとなんか何よりもその黒岩くんっていう役の子がいるんですけど、はいはいはい、今は役、あの名前が変わって水上講師さん、はいはいはい、なんですけれど、あの演技初体験で、なんかもう純粋無垢って感じの、あ、いいっすね、演技だったので、なんかそれがまたいいね、中学生っぽくてすごい話題になってたので、まあ、確かにってなったので、ちょっと気になるわ。それ私も気になる。じゃあ私たちが言う本も、はい、おしまーす。はい、おしまーす。おしまーす。おしまーす。秒数見てください。すごい、1分なんで、ね、次だ、はい、15秒。私たちの相槌がうるさかったよ。絶対 に、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、とっても興味深かったね。え、はい、じゃあ、はい、じゃあ一旦まず一旦じゃあ私、はい、じゃあいいですか。お願いします、かかってもらって。それではまさもとさん、はい、1分間で今ハマっているものについてプレゼンをお願いいたします。はい、それでは、はい、用意スタートです。お願いします。私が今ハマっているものは、まあ、今って言ったらあれなんですけど、あの趣味は世界旅行になります。で、はい、結構あのカノともね、いろんな場所に行ったんですけど、うん、この間は中国に行ってきました。今お母さんが中国に仕事で住んでるので、中国にはここ最近2回行ったんですけど、まあ、世界旅行の何がいいかというと、やっぱりいろんな地域の人たちとやっぱ
同じ地球に住んでるのに知らないのもったいないじゃんっていう話で、うんうんうん、言葉も違う、ご飯も違う、文化も音楽も違うけど、でも同じ人間だからこそ知るね権利はあると思うので、うんうんうん、そこに行って自分の人生観とか変わると思うし、私がめっちゃ高校卒業してちょっと自分の中で落ち込んでたりした時があった時期があったんだけど、そういう時に海外に行ったりして自分の視野がすごく広まった。でそれすごいじゃん。それの広がった国がマルタってところなんですけど、はい、すいません、なので皆さんぜひマルタ行ってみてください。まさもとさんのインスタグラムに、うん、ね、ハイライトにいろいろ残ってるので、はい、マルタがどんなところか分かるよね、見たらね。あ、分かる分かる、お願いします。え、ほんとすごいの、超楽しいよ、うん、めっちゃ楽しそうだった。はい、おすすめだよね、絶対そこめっちゃおすすめです。はい、はい、ありがとうございます。お願いします。はい、それでは最後に高橋さん、はい、プレゼン1分間、はい、自分の好きなもの、はい、最近のなんだっけ、ハマってるもの、はい、ではお願いします。よーいスタート。はい、じゃあ私が紹介するのは香水なんですけれども、私はいろんな香水今まで使ってきて、 今一番私のお気に入りがアイアムっていうブランドのチャプター65っていう香水なんですけど、私今つけている匂いなんですけど、これ匂ってますかね。さっき、ね、似合いまし た, した。もうめっちゃめちゃいい匂いで、この匂い本当に今まで多分他で嗅いだことない匂いなんですね。なんか柔軟剤っぽい匂いなんですね、うん、なんか表現できないんですけど、私もこれルミネの地下1階に入ってるんですけど、最近できたばっかりでもないんだけど、1年前かな、けど本当に私が多分一番最初にこの香水を見つけたんじゃないかってぐらい、うん、まだ私が行った時は誰もいなかったんです。で、うん、私が、うん、インスタで載せたんですね、おすすめの香水ですみたいな、うんうん、で、次買いに行ってリピートしようと思って買いに行ったら、もう販売終了みたいな。顔が広めたんじゃない、顔が広めたわけじゃないかもしれないけど、それぐらい本当に私第一発見者なんじゃないかってぐらいだったんですけど、本当にめちゃめちゃいい匂いで、知るねやばい、匂い伝えられなかった。とりあえず、はい、行ってほしい、ルミネの行きます、絶対に行きます。マッチでいい匂いだから、大人っぽいね、匂いが。わかります、わかります。あのね、きつすぎないし甘くないし、わかる、結構どのなんか香水ってさ、人によって好き嫌い分かれるけど、ね、一番、ね、それが無難でいいんじゃないかなって、はい、これでいろんな人イチコロにしていきたいと思います。わー、羨ましいですね。はい、そんな感じ。ありますか、本当に。あります、あります。そんな感じでね、でもこれでみんなでちょっと、じゃあ最初の中学生日記だっけ、うん、そうだね、ちょっと振り返ってみようか、振り返ってみよう。はい、まず中学生日記、私聞いたことはあったけど、うん、全然その時分かんなかった、よく有村架純さんが出てる。そうです。分かったわ。でも私も見たことないです。え、もう本当に面白いです。なんかどんな感じ、感情どんな風になるの、なんかキュンキュン、キュンキュンもそうですし、うん、なんかそのどの立場になってもなんかもう心痛いですね。どの立場、涙出ちゃう系ですか。もう出ちゃいますね。そうなんだ、ちょっと見てみたいね。ぜひ、私がね今見たらどういう先生側役で悲しくなりそうだけど、確かに確かに、そうですよね、本当にもう全員主役レベルで、いろいろありますね。そうなんだ、みんな主役。ちょっと今日見てみるね、あり、ちょっと今日見てみるかも、ね、一緒にね、お泊まりするので、ちょっと今日見てみる。ぜひ見てください。わかりました、ちょっと今日見てみます。今日見てみます、ね、見れるのかな、何で見れるんだろう。今はネットフリックスとか、入ってるフールでも見れるみたいなので、よかったよかった、ネットフリでちょっと見てみるか。じゃあ今日お願いします、ぜひ見てみてください。わ、はい、かりました、はい、お願いします。じゃ続いて正本さんの世界旅行に関して、はい、なんか海外とかありますか、行ったこと。私まだこの前のその京好きの、はいはい、タイが初めてで、羨ましい。そうなんです、ね、タイいいね。タイ行きました。タイのどこだっけ。のホアヒンっていうところです。そう、さっきね見たらすっごい海が綺麗な、綺麗です、本当に。ホアヒン、ホアヒン、ご飯美味しかったですか。美味しかったです、パッタイ食べた。パッタイ食べました、食べました。いいな、大好きなんだよね。私たちめっちゃパッタイ好きで、タイ料理がね、そう、パクチー私苦手なんで、うん、いつもカヌキだけど、カヌもね苦手だよね、抜きにしてるんだけど、でもタイっていいよね。パクチーって知ってる、タイになかったっしょ。ないの、あった、見覚えないです。だよね、ほら、なんでパクチーって
その日本のモデルさんがこれタイで有名ななんか美味しいなんかものって紹介したからイメージついちゃっただけで、実際にタイに行ったらパクチーってあんまり ないのよ。なかったよね。なかった。私も行った時なかったの、だからパクチーってタイじゃない気がする。確かに見てないです私大丈夫ですかそうだから、うん、本当に あと何食べた。あと何だろう、あとチキンも食べましたし、あとグリーンカレー食べました。あタイらしいね。いいですね。私はね、あの海外で一番美味しかったのはカノと行ったイタリアのパスタがめっちゃ美味しかったんで、忘れられないよ ねディズニーシーのミラコスタですかっていう感じの景色、本物のね景色とパスタ、パスタめっちゃ美味しかった。ロマンチックな音楽、音楽はい、どこ行ってもみたいな、ぜひ行ってみてください。いつも行っちゃいます。多分あのね、あの若いうちに海外とか楽しめた方が絶対なんかいいって思うので、私たちも二十歳の時にすごい行きまくったので、なんかぜひ時間に余裕ができたら確かに楽しく行ってみてください。一回高校卒業したらお金貯めていっぱい世界旅行した方がいいかも。そうですよね。だからね、変わるよね考え方とかね、そう、そうやっぱ大人になってしまうと時間がね、ないのよね。意外とないとか、お金で買えるなら買いたいものナンバーワンじゃないかってぐらい、お休みの日とか時間がなくなるから本当に、そうですよね。ぜひぜひ、はい、かのさんのあのあれ香水に関しても聞きたいんですけど、どんなに、あ、どんなにくれたっけ。あ、はい、あのとりあえず、はい、あの今日持ってきてるので、あとで3人、2人にはイエーイ、ちょっと嗅がせて、あのつけさせていただいて、家に持ち帰って、プレゼントあのつけさせていただいて、ちょっと今日は一日その匂いで楽しんでもらって、はい、気に入ったらルミネの、はい、とこに買いに行ってもらって、あ、でも分かりました。私この間また買いに行ったんですけど、うん、あるのかな、あったの、あったの、だから今行けば買えるの、うん、売り切れてたの。でもいろんな番号の香水があって、コロンうん、シュッシュシュッシュ感あるし、ヒアミストもあるシャンプーもあるし、シャンプーもあるの、シャンプー結構探してるんですけど、いいのかな、いいね。なのでちょっと皆様にもぜひ、はい、おすすめということで、はい、はい、じゃあそんな感じでね、はい、好きなものを発表してもらったんですけど、うまくみんなできましたか。1分間で言いたいこと言えました。ちょっと難しかったです ね1分間じゃなかなかね、そう伝えられないけど、はい、そうですね、うん、でも どれにも興味持ったよ、かも、うん、めっちゃ中学生日記は、めっちゃ一番うまかったと思って、ね、今日見ようと思った、嬉、うん、しい、本当に見たら水木ちゃんに感想伝えよう、伝えようか、待ってます、ね、はい、それでは、はい、こちらデジバズ私の好きなもの発表会でした。はい、ありがとうございます。 Music's our various emotion. Love is the message. You're listening to Shibuya Cross FM. さあ、そろそろお別れの時間となりました。先にお知らせがあれば何か、はい、あの SNS の方を、はい、皆さんにせっかくなので言ってもらって、はい、私は、X と TikTok と Instagram をやっていて、はい、北爪みずきと調べたら出てきます。はい、はい、北にね、そうです、爪に、爪です、みずきで、美しいにつきで、すごいかっこいい、素敵な名前 な名前で、うん、そして最近 YouTube も始めたので、見ます。名前がウリンタマって言うんですよ。何ですか、ウリンタマ、ウリンタマ、ウリンタマ、丸どんな由来なんですか。なんかわしのなんかよく北爪の爪をウリにされるんですよ。はい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 、でそこからウリンタマとかウリとか言われるので、そのウリンタマが気に入ってウリンタマになりました。へ、はい、ぜひチェックしてほしいです。もう上げてるんですよね。はい、もう2本、まだ2本とかです。ちょっと見てみますね、私も。ぜひ見てください。なんかプライベートのみずきちゃんが見れるんじゃないかなと思うので、あのこのラジオでは今日すごくね、うん、あの、うん、なんだろう、
まだ多分すごくないと思うので、そりゃそうだよ、6、7歳離れてるね、相手に対して。私もそうなるわ。そう、SNS 見たらもっとギャップで燃えますので、皆さんぜひチェックお願いいたします。ぜひお願いします。はい、じゃあ、でも次何こんなことについても話してみたい、ラジオ以外で会うならこんなところで会いたいよねっていうの何かありますか？なんかイベントとかで絶対お会いしたいです。確かに私たちも ね頑張って出て、うん、結構出てたもんね、なんかいろんなランウェイ、ね、何出てたんだろう、シンデレラフェス、シンデレラフェスだ、懐かしいね、カモもね出てた。でももう私もうティーンズじゃないからね、私たちもう10代じゃないのであれなんですけど、どっかなんかイベントとかでまた会えたら、確かに3人で目標立てて、ね、TGC とかね、そうですね、 TGC ね、目標立ててたもんね、だって確かに、確かに。私も身長さ、高かったとこ川崎見てなかった。身長160くらいです、ね、あ、じゃあ私と同じぐらいか。そうですね、なんかすごい高い、足が長いから高いイメージだった。めちゃめちゃ本当ですか、すごい嬉しいです、ね、でもね、160あれば全然全然余裕だよ。この155が言ってんだからさ楽しいわ。全然だから私たち一緒にね、歩けるようになんかなりたいよね。うん、確かに、みんなでね、うん、そんな感じですね。ちょっとじゃあ、質問箱を、はい、あの SNS でインスタグラムで質問を募集したので、はい、それをちょっと読んでいきますか。はい、はい、じゃあ私から、はい、みさぎちゃんからいただきました。趣味はありますかということです。はい、趣味は映画やドラマを見ることです。うん、おお、演技とかしたいんですか？はまだしたことあんまりないんですけど、うんうんうん、いつかしてみたいなって思ってます。なんかね、そういうの見るの好きだったらなんか演技とかもできそう、してみたいです、うん、そうだよね、絶対女優さん顔っていうかさ、ね、本当ですか、本当そう、何でもなれそう、なんかアイドルにもなれるし、女優さんにもね、 K-POP っぽいね、うん、K-POP っぽい、K-POP っぽい、うん、嬉しいです。好きな、K-POP 好きですか？あの TWICE さんめっちゃ好きです。あ、そうなんだ。いそうだよ本当に、嬉しい、ね、なんか上げてほしいです、 TikTok に TWICE の踊りとか。じゃあもう上げちゃいます。めっちゃ踊ったやつ、めっちゃ踊ったやつ、 YouTube に上げてもらったら上げちゃいます。あのさ、 YouTube のショートとかにさ、めっちゃダンスのやつ上げたら、ね、めっちゃ、うん、何のアドバイスって感じで ね個人的に見たい、上げます、めっちゃ絶対に上げます、絶対上げます、ね、はい、じゃあちょっと私の方に来てた質問を読ませていただきますね、はい。男性に身につけてほしいブランドは？うわっていうのが来てるんですけど、いいね、いい、なんちょっと、なんかじゃあまず水木さんから、うん、でも結構ディーゼル男子とかかっこいいと思います。そうなんだ、ディーゼル男子、なんかキラキラしてる感じがあります。私のパパもディーゼルめっちゃ好きかっこいい、パパめっちゃかっこいいんですよ。そうパパかっこいいの、うわ確かにディーゼル似合いそう。なんだろう、あと松本さんありますか、なんか。ブランド、うん、トム・フォードとか。お、すごい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 、なるほどね、うん、はい。でもユニクロもいいかも。あ、全然いいよ。やっぱさ、お金持ってる人こそユニクロ着てる方が、ね、ほんとそう、なんかあんまブランド物ばっかつけなくていいかも、うんうん、そうですよね。かのちゃんは、なんだろうな、ちょっと待ってね、かの本当にね、ブランド物あんまり身につけてほしくないかも。なんかスニーカー、うん、なんかナイキ、靴とか、めっちゃ靴かわいいの履いてたりしてると、うんうんうん、服シンプルでも靴がめっちゃかわいいと、なんか惹かれちゃう。そういうことよ、そこでどのブランドがいいの？ナイキね、ナイキがいい、ナイキのちょっとジョーダンとかハイカットのなんかかわいい色のスニーカーとか履いてたら、はいはい、まあ、おしゃれなんだろうなって思います。靴にね、やっぱ一番重心置いてる人が、うん、おしゃれだなって思います、ね、はいはい、といけそうじゃない、もう一個いきますか、うん、じゃあ、うん、最近何に一番お金を使いましたか？なんだろう、なんかあります？なんだろう、最近なんかこれ自分にご褒美買いましたみたいな。なんだろう、なんだろう、難しい、ないか。あ、でも今日、あのそろそろカノの誕生日だから、カノのタンプレ買った。わ内緒です。なんかちょっとそうだろうなと思ってもありましたけど、なんか LINE でサイトとか聞かれましたけれども、どうぞどうぞ、教えてください。めっちゃ嬉しいんだけど、ありがたいやつだ。なんか使ったことある？なんだろう、でも最近香水買いました。あ、ちょっと気になる、何の香水ですか？あのオーパラディってところの、はい、あの
ピュア、ピュアってやつの、あのリピで買いました。リピート？おー、分かんないけど。次買いましょうか、私たちもね。私たちもね。わかりました。あとで匂いかましてください。お願いします。私も、はい、はい、じゃあということで、はい、本日はここまでです。はい、はい、次回の放送は2024年8月8日素敵なゲストとこの番組をお送りさせていただきます。はい、お送りしたのは MC 高橋かのと正本玲羅、そして北爪瑞希でした。バイバーイ。